平方達夫は、日本の盲目の針の臨床家。1889年に、茨城県水戸市に生まれる。3歳の時転んだ際に持っていた櫛垣の櫛が目に、刺さり、片目を失明。さらに、小学校高等科2年の時野球のボールが見える、肩の目に当たり水晶体脱落、ガラス体出血という傷を負う。だが、そのまま高等科を主席で卒業した。 14歳で、ハリ氏に弟子入りし、自らが変頭痛で苦しんだ時にそのハリ氏の針で、症状が劇的に消失するという体験をする。1905年春に、東京帝大病院眼科で手術を受けるが、帰って完全失明する。1905年9月、東京モア学校に入学する。校長は、小西新八で、ハリアン科の教師に、奥村三作がおり、 後に妻となる、三宅雅子ともここで知り合う。また、友人勝ツ山丹に連れられて、内村勘蔵の弟子であった、大賀一郎と出会い、熱心なキリスト教信者になる。1910年に、東京毛ア学校を卒業して、三戸市で開業したが、三戸毛ア学校で針を教えた。1915年には、東京の同愛訓盲院で教師をしていた中村京太郎に招かれ、 ハリの教師として同院に移り、中村と一軒の家を借りて、同居生活をする。訓盲院で教える傍ら、ハリの世良をしたが、その評判が高まった。1918年に、三宅雅子と結婚したが、雅子は、東京盲学校主犯科音楽科の第一期生で、山田流のことの師匠として、家計を支えた。平方の本郷金助町の家には、鳥居徳次郎を。 秋元梅吉、石松良造、戸田恵、山下長一ら、その後活躍する盲人がよく出入りした。針治療の親として、著名になった。1952年、社会福祉法人親愛福祉協会を設立し、若い失明者に針を教え、またその展示出版部で、針とキリスト信仰についての図書を出版した。道一筋、昭和を生きた盲人たち、で、 昭和時代に活躍した著名な盲人100人の一人に挙げられている。ありがとうございます。